こんにちは、即歌塾のこぶです。いつも気になる男シリーズをご覧いただきましてありがとうございます。まあ、ご覧になっている方ならわかると思いますけども、この気になる男シリーズの私のね、えー、リレー動画のお相手してくださっている覆面 YouTuber のたかさん、実際に皆さんの見ている目の前で売り上げを上げ続けていると思うんですよ。で、この売り上げってのが100万を突破しました。でね、同じように この気になるとこシリーズをご覧になっている皆さんもしくは即果塾の塾生さんではい自分はこの数ヶ月で100万円合計で突破しましたよって方どのぐらいいらっしゃいますかね、まあ、中にはいらっしゃること聞いてるんですけども多分視聴されている人数いつも私からの,のメール配信ですよね即果塾の更新情報を受け取っている皆さんの数から考えると100万単位の売り上げを上げている人ってまあ少ないんじゃないかなと思うんですよ。 その中でね、今回、一番最初から思い出してみると、覆面 YouTuber タカさんっていうのは、私もね、急に降って湧いた話で、あの、リレー動画対談しますかみたいな感じでおすすめして、ズームとかもやらせてもらいましたけども、私なりにね、思うのは、タカさんが、このやり取りを通じて、すごく力がついたっていうふうに、ご自身で言ってくださること。で、それに連れて売り上げも出てるっていうことなんですよね。これはだから皆さん、 ここれれ動画見てるる皆さんんででも確かめられるところだとだ思うんですよあの偶然商品は売れませんからねぐ偶然商品売れないっていうところからスタートしないといけないんですよっていうのがたまたま売れたんでしょう偶然売れたんでしょうってことになっちゃうとビジネスはギャンブルになっちゃうわけですよね少なくとも私は思うんですけども誠実にやっていけばその商品っていうのは欲しい人に届くと思うんですよそしてその欲しい人がお金を出してまで欲しいというふうなところまで気持ちを高めてくれて それは販売者の方がですね、どうしてもこれで問題解決をしてほしいなっていう思いとつながるところがあると思うんですよ。で私の速価塾っていうのはまあ頭金3万円で30年払いみたいなことをしてますけどもなんでこれをしてるかっていうと人がやる気になるのにはいくつかタイミングがあると思うんですよね。 例えばそっか塾に何となく興味を持って入塾したいんだけども30万だったらどうもなーって人が3万だったら手軽に紹介してみようか入ってみようかってことになるじゃないですかで入っていくうちにだん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 いろんな塾生さんとの出会いの中で俺もやんなくちゃなーって思ったり今年はやんなくちゃなーっていうふうに思いかられたりとか何よりも私が毎日動画をあの本数で更新したりとか返信速度が速いわけでしょそうするとどのぐらいのペースで行動すればどのぐらいの量で行動すれば自分は稼げるようになるのかっていう指標が立つわけなんですよ で、その一つのポイントとしてそのタカさんとのやり取りっていうのはどうですかねリレー動画をされている方は私以外にも結構ねあのいると思いますけどもこのペースで売り上げが立つんだったら悪くないんじゃないですか例えば単純に言って3ヶ月で100万円ってことはどうでしょうか1年を通じて400万円ってことになるんですよもちろんどんどん動画のセンス良くなると思いますし活動の場が広がるんで多分 3か月で100万円ってことは2か月目はね150万とか200万になる可能性が多いにありますし経験を積めば積むほど商品も増えるしアプローチするマーケットも広がるわけですよねそう考えていくとどうでしょうかねこの速果塾の私との対談で作った売上の実績をもとに例えばね億万長両合宿でやり取りしている吉谷さんのところと対談をすると。 もうそっから箔がつくわけじゃないですか。そっか塾で売りまくった人が来ましたよみたいな感じでね。そうすると、吉谷さんのマーケットではそういう風にできる人っていう風に見てくださるところがあったり、今度吉谷さんのところで売り上げを作ったらね、また私のところに戻ってくれた時に、どこでも売れる人になるみたいになるわけです。それほど価値のある商品作ってますよ。人気がありますよ。評判がいいですよ。とか、実績がありますよっていう風な裏付けになるわけですよ。また、あの、舞姫大学の舞さんのところにもね、なみさんのところにも多分顔を出すと思いますけども、そっちの方でもね、また生前が売れていくって感じで、 そのタカさんの活動って一人でやっていたら1馬力なんですけども私と組むこと吉田さんのマーケットを使うことナミさんのマーケットを使うことによってなんとね4馬力になってくるわけですよで即果塾っていうのはこれが使えるんですよつまりは私からの発信でもある一定の影響力はプラスアルファにすることができますし他の方ともねコラボすることによって一気にマーケット広がるでしょどうですか皆さんそれでも自分一人で作ったマーケットでやっていきますかそれとも 速化塾に入るなり何なりりしてねマーケットを広げますかってことです場合によってはタカさんにお願いしてすいません私にもちょっとね露出のチャンスをください有名なるチャンスをくださいってお願いすることもできるかもしれませんよねまあでもそこにはね、うん、何らかのもしかしたら取引条件あるかもしれませんからねまあでも少なくともタカさんの覆面 y o u t u b e アカデミーに入った人にはそのメリットを十分にタカさんは解放してくれると思いますよでもタカさんの YouTube アカデミーに 参加してない方がねそのアカデミーに参加した人以上の恩恵を受けることはなかなかないっていうのはお分かりいただけるんじゃないかなと思いますまあでもとにもかくにも今回この「気になるとこシリーズ」の247話っていうのは今までの回をね振り返る意味でもここで一発ねあのまとめをしてみようかと思うんですよで今回タカさんに、えー、お願いがあります、えー、来たる1月31日21時からズーム対談これをねやらしてもらいたいなと思います まあちょっと時期がね、随分ずれましたけども、新春ズーム対談というにはちょっとね、遅すぎるかもしれませんけども、まぁ、あ、令和5年一発目のズーム対談、私とのね、えー、ということで設定させていただいて、まあ、もしかしたらその前にもね、ズーム対談割り込みがあるかもしれませんけども、とりあえず、タカさんとの最初のズーム対談、 1>, 1月31日21時からいかがでしょうか。タカさんの実績報告会ということで、タカさんがどのようにね、この3ヶ月を渡ってきて、どういうふうに商品作りに思いを込めてきたのか、そしてタカさんの熟成さんにどんな実績をもたらして、これからどんなね、えー、サービスをプラスアルファしていこうとしているのかってことを、この場で発表していただいて、えー、まあ、速果塾に入ってどうでしたってこともね、一緒になって聞いてみたいと思います。はい、ということなんでタカさん、ぜひね、今回は、 えー、今まで速歌塾に入ってタカさんが得た経験や知識とか良かったこととかねそれから感動したことこれから速歌塾に期待することなどなどそういうのを盛り込んだズーム対談しようと思いますのでよろしかったらあお時間をいただければと思います OK でしたら次の248話にその内容をちょっとを入れていただければと思います、えー、返信する動画には 今度ね、私の方からズームの URL をお付けしておきますのでそれをみんなで共有してタカさんとのズーム対談ライブねいつも毎朝私たちはあのライブ放送で関わってますけどもまた夜もご一緒しましょうという話でございます、はい、それからね FX オリガラヒにご参加中の皆様にもちょっと連絡があるんですけどもこのタカさんね FX オリガラヒに参加する予定でございますんでまた仲間が増えるなっていうところですよね たか、まあ、さんはね、覆面 YouTuber ですから、あの、FX を始めても、もしかしたらね、<laughs> どこの誰かわかんないような状態で参加するかもしれませんけども、まあ、だ投資家さんっていうのはね、あの、多くの人に自分の顔を知らしめようって思わないんで、まさにね、向いてると思いますよ。覆面さんだからこそできることだと思います。はい、じゃあ以上でございますね。えー、いろいろと告知をさせていただきましたけども、一点、1月31日21時から、ズームの対談、たかさんとやらせてもらいます。題して、 速化塾どうでしたみたいな感じですはい、じゃあ実績報告会1月31日お待ちしてますいってらっしゃい